Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minna san jimaru baraka. Onjitsu no nihongo no hotoba wo yomiagetai to omimasu. Onjitsu no tema wa seijitsusa, shinkou no honshitsu nitsuite desu. 尊敬すべきムスリムの皆様、全能のアッラー、スブハーナワタアーラーは次のように告げておられます。本当に我らはあなたに真理をもって経典を明らかにした。だからアッラーにのみ仕え、宗教において真摯でありなさい。その点について預言者モハンマド、彼の上に祝福と平安あれは次のように語っています。アッラーはただ純粋に彼と彼のためだけを思ってなされた行いのみを受け入れたも、親愛なる信仰者の皆様、崇高なる宗教であるイスラームの本質は誠実さにあります。私たちの言葉や行動に価値があるかどうかはアッラーの御前においては私たちの誠実さにかかっています。誠実さとは心の底からアッラー、スブハーナワタアーラーを信仰することです。そうした信仰に必須なこととは、現世的な利益という見返りを期待することなく、アッラー、スブハーナワタアーラーのご承認のみを求めて人生を送ることであります。命あるものもそうでないものも、すべてに対して良い振る舞いと良い意図を持つことです。それはあるがままのあなたでいるか、あるいは目に見える通りのあなたであることです。親愛なるムスリムの皆様、預言者モハンマドサラララヒアレイワサラムはある時、宗教とは誠実さであると、そういうふうに語られました。アッラーの使徒よ、それは誰に対してですかと彼の教友が尋ねました。すると彼はアッラーに対して、またその人たち、もろもろの経典、ムスリムたちのイマーム、指導者、そしてすべてのムスリムに対してと答えられました。その言葉からも理解できる通り、宗教とは私たちに誠実さを思い起こさせるものであるはずです。イフラース、純正さ、誠実さ、善良な信念、そして清らかな心、それらとイスラムは切り離せるものではありません。ムスリムはアッラー、スブハーナワタアーラーを誠実さを持って崇拝します。彼のみに祈り、また彼のみに助けを求めます。意図高き御言葉である聖クラーンを心から守ろうとします。聖クラーンを記憶に刻むように努め、自分の人生をその定めるところを実践しようとします。ムスリムは預言者モハンマドサラララヒアリーワサラムに揺るぎない献身を捧げます。深い愛と誠実さを持って彼を模範とし、彼が生きたように自分の人生を生きようとします。親愛なるムスリムの皆様、預言者モハンマド、彼の上に祝福と平安あれはある時、私たちに対して次のように警告しました。アッラーは私たちの外見や財産をご覧になっているのではない。ただひたすら私たちの心と行いをご覧になっておられる。
ですからもしも本当にきちんとしたムスリムになり、アッラー・スブハーナ・ワタアーラの良きしもべになりたいのなら、まずは自分の心が清らかであるように、また自分の行いが誠実であるようにしましょう。アッラー・スブハーナ・ワタアーラの目標によることを人生の目的としましょう。私たちが公然と行おうと、あるいは隠れて行おうと、彼は全てをご覧になるお方であり、全てをご存知のお方であり、また私たちのが誠実さを持って行ったことにのみ報いたものであるということを決して忘れることのないようにしましょう。悪意や偽善には背を向けましょう。預言者ムハンマドサラララヒアラヒワサラムの言葉をもって共にアッラー・スブハナワタアーラーに祈りましょう。私たちの主である、万物の主であるアッラーよ、私と私の家族が現世においても来世においてもいつでもあなたに対して誠実であるようにしてください。あなたこそは栄光と名誉の所有者です。サラムアレイクムワラハマトゥルラヒワバラカトゥ。